おお、広大な大地に。ワン。いや、待てって言うから。あ、なんか生えてる。スノーベリー。こうやって道端に生えてるものとかも。もういなくなったみたいな。あ、ドラゴンが飛んでたのか。普通になんか道草を食っていたよ。二つの意味で。ここから一番近い町はリバーウッドだ。ほう。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。帝国軍に入るべきだ。さっきなんか虫が飛んでた。虫じゃないや。アンダン軍がドラゴンを使っているのなら、奴らを止められるのはトゥリウス将軍しかいない。おお、蝶々取れた。ごめんハドバル、なんだって？全く聞いてなかったよ。ごめんバル。こういうね、道端の景色を眺めながら進むってのも楽しいからね、このゲーム。オープンワールドのゲームだから、基本この見えてるところには大体行けるって感じなのかな。また蝶々がいる。取れるかな。モルフォ蝶。鱗粉とかをなんか使えそうだね。あそこの廃墟を見たか。今見てる。ブリークフォール墓地だよ。子供の頃あれのせいでよく悪夢を見たもんだ。あ、ごめんハンド、俺なんだって聞いてなかった。窓から入り込もうと山をこっそり降りてくる。そういうもんなんだ。お、川がある。わー、綺麗だな。そして石碑を発見。発見、大守護石。十三中の古代大理石のうち三本を大守護石という。ほう。行って自分の目で確かめるんだ。これはですね、この戦士の石碑っていうのと、まあ他にも二つあるんですけど、例えばこれは戦士座のもとに生まれた者は全ての戦闘スキルを 20% 早く習得できると、こういう恩恵を授かれる石碑なんですけども、これは魔術師。ただ一度に一個しかダメと。なので、これは盗賊。どれを選ぶかだね。戦士、魔法使い、盗賊。やっぱ盗賊かな。うん。盗賊だって。盗賊で行こう。己の運命に立ち向かうのに遅すぎるということはないぞ。戦士系の方が多分進むのは初心者にはいいんだろうけど、ついなんか惹かれちゃった。やっぱ盗賊って惹かれるじゃないですか。魔法陣ぐるぐるの勇者もさ、盗賊だし。盗賊は世界を救えるんだよ。いいか、俺が思うに、お前はもう罪が許されるだけの働きをした。こっちとしてはまだ何も罪を働いてないつもりなんだけどな。まあ主人公のオープニングの状況がすでに囚人っていう設定だからね。確か国境を越えようとして捕まっただけか。難儀な猫よの。キノコ。あ、なんか聞こえた。にゃーにゃーにゃー、ハドマン、ハドニャン。ちょっとなんかいるよ。あ、逃げてった。恐れをなしたか。ぴょんぴょんしてる。あいつは戦えるのかな。ごめんハドブル。一緒に来てくれて嬉しいよ。うん、嬉しいだと。お前まさかホモだな。こっちはノンケなんだ。やめてくれ、そういうそういうのはやめてくれ。もしくはあれかな、吊り橋効果かな。生命の危機にそういう状況に陥ってドキドキしちゃって恋と勘違いした、そんな勘違い。お、そして村っぽいのが見えてきましたよ。あそこがリバウッドですね。ほう。キプレイなのがちょうどここまで。こっから先が全くの未知。来てくれ、俺のおじさんだ。で、このハドバルがオジバルを紹介してくれると。ニワトリバル。アルボアおじさん。アルボアおじさん。アルボアおじさんじゃないですか。アルボアおじさん。今休暇中じゃ。アボアルアドアドアドブルアブドゥルおじさん、お久しぶりです。いやー、アルボアおじさんありがとう。あ、ごめん、静かにするわ。俺も会話中だったわ。話は中でしよう。何事だ。それにこれは誰だ。にゃんにゃん、メインは
まあ、友達らしいです。人なんだよ。ほら、全部説明する。まず中に入ろう。まずは中に入ろうだと。なんかやらしいな。それじゃあ中に入って、中に入ってくれ。やらしいな。お前らまさかホモか。物を持ってこさせるよ。その後話してくれ。なるほど。まずうちさ、ドラゴンを見たんだ。あなたも目撃者ですか。どこにいるの。え、今度はなんだよ母さん。それは山みたいに大きくて夜みたいに真っ黒だった。墓地の向こうに黒くて硬くて大きかったと。ドラゴンだって。勘弁してよ母さん。そんな風じゃ町の人に行かれたと思われるよ。そんな夢みたいな話を聞くよりも他にやることがあるんだから。この子は信じてないね。そして置いてかれた。何をやってるんだって怒られそうになった。いらっしゃいませ。間違えた。入ります。お邪魔します。もう仲間意識か。あ、今取っちゃうとダメだね。盗むと大変なことになる。幼女ハドバル、心配していたのよ。二人ともお腹すいたでしょ。座って食べ物をあげるわ。お、じゃあ座ろう。ところで一体どういう事情なんだ。ここで一体何をしているんだ。まるでオラアナグマとの議論に負けたような様子だな。しかしお前の助けが必要なんだ。お、贈り物。アルボアおじさんがなんとここにあるもの好きなだけ持ってっていいよと。ありがとうございます。じゃあありがたく全部頂戴いたします。うおー、全部だ。水のテーマが流れそうだな。全部だ。リバウッドは手も足も出ない。ホワイトランのバルグルーフ市長にできるだけ多くの兵士を派遣してもらうよう伝言しなきゃならない。頼めるか。もしやってくれるなら恩に切るよ。オッケー。ドラゴンが襲ってきて危ないので助けを求めてくれっていうことですね。使っていい牛はあるか。前もらったね。ホワイトランどうやって行くの。川を渡って北に向かうんだ。把握。滝を越えたら見えてくるだろう。ハドバル、本当にドラゴンを見たの。お、見たよバル。どんな姿だった。そして、大きい歯がついてた。さっきまで盗むってついていたのが、いとこを困らせるんじゃないの。俺はそろそろ仕事に戻るよ。もう何でも取ってよくなったと。やったね。あ、この赤いのはこういう高価なものは盗んじゃダメと。これが、うん、これ取っちゃうとその泥棒を働いたことになって大変なことになります。ので健全なプレーをしていく人にとってはいいもんだ。だろ、おすすめできない。なあ、俺はしばらくここで休むことにする。そうかい。ここからソリチュードまでは一人で行ってくれ。かしこまり。ここから道なりにホワイトランに行くといい。そこからソリチュードまで馬車で行ける。おお、そんなハードバルの話も聞かず俺はどんどん取っていく。いやほんとね、そのオブリビオンとかも、アスカイリムオブリビオンも動画で見たことはあるんですけど、こうやってね物を取ってる様がねすごい楽しそうで、人の家からねいろいろこうやってと、それをね、それがやりたかった。敵を倒すとかストーリー進めるとかは俺の中正直でどうでもいいんですよ。こうやっていろんなものを、好きなものを持っていけ。持っていくよ。もちろん常識の範囲内だな。へっへい、うひょを取るぜ。ほんとね、このこれが楽しいっていう。でもわかるでしょ、あの収集癖のある。あっ、あっ、盗っ人がイスミールにかけて、あっ、絶対に生きては返さない。なんてこった。こうやってみろ、やってみろ。まずい。こう、あ、アルフォアジさんごめん。違うんだ、違うんだ、俺は。うわ、相当な絨毯ができるわ。あれが最後だ。という夢を見たのさ。さあ、というわけで無事このスカイリムの世界に降り立つことができたわけなんですけども、このゲーム自由気ままに何でも好きなことができる的な
そんなゲームなんですけども、一応ねメインの本筋のストーリーはありますけど、ただどう進めていくか、どういうコンセプトでやっていくかっていうのが考えどころなんですよね。なんせ初めてのプレイなんで、どんなプレイをしていったらいいか、どうやったらいいか、どういうことをやってほしいか、そんなのをぜひやってくれたらなと、おコメントの方でお指示を押しておくださいっていう感じですね。ほんとね、なんかいろんな進め方があるんで、まあなんか試せるうちはいろいろ試していきたいかなと、そんな感じでこのスカイリムの世界を楽しんでいこうと思います。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。おお、今日は疲れたんで、もう寝るとするにゃ。いっぱい寝るんだにゃ。おやすみだにゃ。よく寝たにゃ。伸びするんだにゃ。にゃにゃ。これはどうしたことだにゃ。にゃんだか、ミーの姿がとってもミーっぽく。これはひどい。